早っ、シークワーサー始まるの？やばいね。マースク、マースク。時刻は、映画の声届いてる？届いてます。あ、届いてます？はい。あ、本当、映画のイヤホンが繋がってないのかな？ヘッドホンね。あ、ヘッドホン。聞こえてるか？あ、聞こえた。時刻は8時を回りました。FM ギノンお聞きの皆様、おはようございます。みんな元気ですか？ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります。FM ギノワンのスタジオから、ふーって、スピナリカトを。山内は。やば。ため池山内さんが2時間生放送でお届けいたします。違うんですよ、今マイクのあれがね、うん、めっちゃビンビンになってたから感度がはい、1週間の出来事でも言いましょうか。どうぞ。ね、あ、もうさっき送ったやつから見せるか。すぐっすか。うん、ビョン。ちょっと待って、なんかインスタでさ、うん、あの写真、 手の写真を送ったらそれを手相占いしてくれる人がいて、2ヶ月待ちとかだわけ。ええ、でも1ヶ月ぐらいで来たんだけど。え、どういうこと？で、2ヶ月待ちって言われてたけど、で、みんなあの右、でもさ、だいたいさ占いって左手送るじゃないですか、わかる？でも右手なんだけど、この人のね、うん、右手のさ、なんていうのかな、手のひらの、あ、手首の真ん中から、うん、右手？右手、手首の真ん中から、うん、真ん中下ね、うん、あ、うん、真ん中か、手首から、手首から小指に向かって斜めにさ線が入ってる人いる？それをさ財産運みたいな、あ、全然ないっていうらしくって、うん、それがある人は財産線、あ、財産線か、財産線は周りの環境にも大きく左右される線で、お金のことを常に考えたりすると財産運が、財産線が出てきますって。お金のことを考える機会が多いので、お金を稼げるようになる人が多いです。反対にまだお金に縁がない人の手相には出なかったりもします。ああ、出ない。出ないですか？うん。めちゃめちゃあるわけ、映画。お金のことばっかり考えてるからですよ。考えてた方がいいってことだよね。稼げるようになるからね。まあ稼ぐためにはね。しかもでも映画の手相ってさ、左はマスかけ線だわけだから、これをさ占ってほしかったんだけど、マスかけ線がよくわからんね。あんまりいないんだって。まあ過去もそうなんだけどさ、過去もそうだし、俺の周りにマスかけ線3人ぐらいもいる。そう、めちゃめちゃいるわけ。全然レアじゃないと思って。でもなんか両手の人がレアなのかな。うん、で、受けるよこのさ、うん、占いがさ、バランスがいい手相です。あなたの本音の部分には感謝されたい、よく思われたい、嫌われたくないという気持ちがあり、感謝されないと不機嫌になってしまうことがあるようでして。なんか全然違わない？え？スペナさんそんな感じもしないけどね。で、これをさ、うん、友達にさ言ったわけさ、うん、あの稽古にね。そしたから、うん、なんか高校の時にエカが誰かに、あいつありがとうもやんかったってめっちゃムカついてるの思い出したって言われてから。ああ、そうなんだ。あ、俺なんかには見せてないだけで。え、でもなんかなんだったっけ、
車でさ譲ったりとかした時にさ、うん、ありがとう言わない人いるさ、うん、あいるね。あれとかも一応ムカつかんない？あれと普段のあれは違うくらい。あ、本当？うん、あんなちっちゃいことでもムカつくから、そうなのかなと思ってしまったけど。あれはちょっとムカつくさ。ちょっとムカつく。なんていうの？あれはプラスなんかあれが入ってる気がする。なんていうの？ルール違反みたいな。あれしか言ってない。だからあのありがとう言わないのはそういうプラスね、うんうんうん、なんか入ってると思う。入ってる？うん。なんかお前みたいな。なんていうの？だからなんか嫌われたくないって映画。嫌われたくないはあんまないでしょ。うん。でも、うん、この不機嫌になってしまうさ。はい。しかしうまく振る舞えるので周りからの評価は高いですって言われてるわけ。あ、うまく振る舞ってんだ。空気を読んで礼儀正しいので周りの人からの信頼が厚く誰に紹介しても安心という気持ちを持たれています。あ、まあそれはある。周りの人を立てて自分は控えめでいられるので周りの人が力を発揮しやすい雰囲気も作ることができます。それはないよ。だってありがとうございます。なんか微妙じゃないですか。ん？当たってる半分当たってない半分な気がする。当たってるよ。でもさ、なんかさ恋愛面ではストライクゾーン広めなんかひどくない？まあ広い方がいいです。さらに相手へ執着しないので失礼したとしても立ち直りが早い方です。だってそうなんですか。わからん。どうなんだろうね。なんかあれだな、俺のウォークってみたいな。い、ね、これ何なの？お金払うの？無料だわけよ。へえ。で無料でさ、後から LINE も来てからどうでしたかみたいな、うん、で言ってもっと占いたい方はあ、お金払ってみたいな、まだ無料でなんかもっと細かく教えてくれて。へえ。そうそう。でさらにみたいな出てきたからもうなんか怖くなってやめた。なんかわかる？行き過ぎたらお金後からね、うん、払うことになりそうさ。じゃあこの人修行中なのかもね。あ、そうなのかもね。手相は統計学って言いますから。あ、そうなんだ、はい、あのやればやるほどいいってことか。そう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 。そうだからでもマスカケ線がいいって言うけどね。マスカケ線なんていっぱいいるぜ俺の周り本当に。そうだよね、うん、そうだよね。でもなんか誰振り構わず手相って出さない方がいいって言うよね。そうなの、うん、なんで？悪い人たちがさこの指紋をコピーするらしいよ。映画のしたところでなんだけど。ちなみに昨日のスピーナさんの画像ポン。ウィッシュ。ウィッシュ。なんかこれをさ、じゃあもう申し訳ない。電子あれしてないか。申し訳ないんだけどさ。よそ行き。なんだったっけ。このシークワーサーサワーの元をインスタで上げてほしいって言って、うん、マサヒロ修造さんに言われて、はいはいはい、で送ってもらったのがさ、うん、マジでもう本当ごめんなさい。去年の9月だわけ。だいぶ経ってますね。本当ごめんなさい。もうすっかり忘れてた。で最近箱見てっ、 ってなってやばっと思って、何もやってないと思って、はい、そうあげたわけよインスタに。よそ行きのお姉ちゃんに撮ってもらった。お姉ちゃん撮ってはいっつって。でもさ、はい、マジで美味しかったよこれと。何これ？これ昨日食ったちゃんぽんです。ちゃんぽん男の、あ待って、あっちでしょ、宜野湾の海勝食堂みたいな。海近食堂でしょ、うん、すごくない？これだけでわかるって。うん、すごい。この量は絶対海地下食堂だよ。めっちゃ昨日研修生連れて行ったんですよ、うんうんうん、それでちゃんぽん食いよった。美味しそうにしてた。こっち美味しいよね。あ、美味しい美味しい美味しいって言ってましたよ。めっちゃ美味しいよね。しかもちゃんぽんってあっちではほら麺じゃん。ちゃんぽん、これちゃんぽんって名前なの？そうよ。チャンプルーじゃなくて沖縄ちゃんぽんっていうの。へえ、沖縄ちゃんぽんってあるんだ。麺の麺じゃないったら。いやもうまた見せんといけん。ほら、ご飯があるでしょ。ご飯だね、うん、麺じゃないらしいよ、なおなおさん。麺じゃないんですよ。うん、まあそうよね、うん。俺もこれにしようと思って行ったんだけど、うん、あの実習生が頼むから、うん、何したの？カツ丼にしました。普通。待って、さっきの映画の写真さ、うん、謎の画像って思ったって。女子が草むらでの酒飲んでんのって。カンパチさん。確かにね。そう捉えられるかもしれないね。これ島みたいだもんね。だけど映画が言いたかったのは外、うん、なんていうのバーベキューとか、うん、なんかみんなでキャンプとかするときにいいよっていうのを言いたかったんですけどね。何よ、シークワーサー？はい、シークワーサーさ、だってもうあれ25度だからさ、うん、あ、これお酒なの？お酒。へー、シークワーサーサワーの元で。サワーね。イエス。これ味噌汁定食。美味しそう。美味しそうよね。味噌汁定食って沖縄のあれだよね。ソウルフード。ソウルフードだよね、うん、県外にはないんだよね。ないないない。でもめっちゃ多かったよ量。だからさ見てるだけでお腹いっぱい。いやいいな。
25度ってやっぱあれか、県外からすると高いのか。青森とかもっと高いよ。だからね、僕はもう35度じゃないと。そう、30度とか。あ、30度だっけ。そう、30度じゃないとちょっと嫌だ。25度はさらに割るんだよ、あの炭酸水とかで。そしたら半々とかだから結局13度とか。そうそうそう、とかになるからね。薄いよね、結局、うんうんうん、薄いから、なんていうの、あの普通のチューハイカンカンのみたいになるよね、うんうん、そんな感じそんな感じ。だからそれをさ、もともと缶で売ればいいよね。もう割られてんの、ね、もうでもお好みでやりたい人がいるんじゃん。でもなんか、そしたらさ、パッて手に取るのはもう割られてんのじゃん。今あれですか、そのシークワーサーの元を。あ、違います。あ、あ、なんですか。あ、違います。それがもういいよねっていう話ですね。うん、別に何も、何一つ映画はあれは言ってない。言ってない言ってない言ってない。あ、本当ですか。そう、危なって。危な、割とアウトだと思いますけど。違うさ、なんか今後ね、うん、青森をみんなに知ってもらうためにはいろんなあれが必要さね。だからさ、青森は俺は分かるよ、解決方法。前言ったけど、何だったっけ、もっとプロモーションおしゃれにやりましょう。うん、おしゃれにね、うん、だからこのシークワーサーサワーのもとはおしゃれな方だと思うよ。じゃあパッケージからさ、もうまたか、またじゃ見てよ。パッケージもパッと明るい感じだけどね。でもこれシークワーサージュースにしか見えない。これ見たらほら、シークワーサーサワーの元ってめっちゃ書いてあるさ。書いてあるけどほら、なんていうの、もう商店街、多分身近にしたいという意図は分かるんですけど、うんうんうん、どう、サワーだから、だからなんか今時風なのがいいかなと思ったから、グラスはちょっとさ、なんか分かる、今時の感じじゃ見える、まあね、そうそうそう、ほらこのグラス、ほらグラスとあれが合ってないじゃん、パッケージが。笑い方よ。だからもうちょいこうおしゃれにやれば、女子、これだって女子向けでしょ。女子向けでしょうね、うん、女子これパッと見に行かないでしょ。女子はピンクだね。でしょ、シークワサだからね、緑に行っちゃうよね、ポップに。でも逆にポップにしすぎって、だから分からんよね、誰を目当てなのかっていうのがね。大衆ポップってことじゃないですか、バタヤンさんが言いたいのは。うーん、難しいね。うん、だってこれインスタで上げたいってなかなかならないじゃないですか、うん、女子が。あ、待って、でもさ、うん、なんかこの、もう一回山内さんにもうちょい送ろうね。はい、これをさ、うん、あ、どうなんだろうね、どう上げたらよかったのかな。笑顔めっちゃ迷ったんだけど、あんまりが来てますけど、あんまりじゃないですね。これさ、空とさ、うん、やったら一応いい映えみたいな感じだったよ。確かにね、ちょっとみんなも見てほしい。もう難しい、プロモーションってまあ難しい。沖縄の空とだったら合うわけよ、これ。あ、横の写真がいいのか、うん、こんな感じだったらなんか合う合うって感じだよね、ポンタね。難しいよね、プロモーションって難しいね。これをだから女子がスーパーとか手に取るかっていう話なんですよ。だからやっぱ割ったとか強いよね、可愛いもん、うん、持ってていいもんね。そう、割った飲んでるってなるもんね。だから割った上手だなと思うんですよ。シークワーサーサワーの元持ってるっていうのはないのかな。はい、そうだよね、そうか、難しいね。でも美味しかったんだよ、とりあえず。美味しいのには変わりはないから。あ、美味しいではあると思うんですけど、うんうんうん、だから結局プロモーションよね。うん、そうね、うん、難しいなあ。学んでこ、そんな感じだった先週は。嘘、はい、もっとある。その時に七輪やったわけ。お、七輪めっちゃ楽しかったよ。いいお肉買って、うん、ホッケとかさ時間かかるけど、うん、めっちゃ美味しかった。いいね、うん、今なんかキャンプとか行けないさ。行けますよ、まあ、行けるけど、うん、ごめん、行けるんだ。行けるけど、うん、なんていうの、キャンプにまで行くのも嫌だけど、ちょっとキャンプ風なことしたいなは、家七輪めっちゃおすすめ。七輪の写真はない、ないわけ。なんていう、忘れてた。自分撮ることで精一杯だった。このシークワーサーサワーのことで精一杯だった。でもいいよ、まゆさん来てます。この豆乳の入れ物みたいなのがちょっと分かる。あ、なるほどね、大正解よね。紙コックってこと。そう、ちょっと言っててください、どこ酒造ですか。もう言えません。もう言えません。逆にもう言えません。まあ捨てやすいけどね。だからキャンプ用とかなんじゃない、そこでパーって飲んで
まあ、ピッて捨てちゃうみたいな。瓶だったら大変さ、缶でも大変さ、パックだったらキュキュキュって捨てて。でも多分ワッタは持っていきますよ、キャンプにも持っていく、うん、ワッタ並べたいもん。あれ、えこみんなに紹介するつもりで言ったんだけどな。方向性、いやいいんじゃないですか、これもほら一つの。そうですね、多分今度見たらさ目につくと思うよ皆さんは。あ、これね、これね、フィーナが言ってたのこれね、そうそう、あ、飲んでみようかってなるから、お願いお願い、もうそれだけで。だって今23人聞いてるから、うん、23個買ってもらえるってことだよね、うん、山田さんは50個くらい買ってくれるから、あ、オッケーオッケー、ノルマ達成。俺別にシークワーサーの元とかいらないんですけど。熱っ、山田さん今熱くない？熱くない。じゃあなんかさ、うん、マユさん買いに行くってよ。あ、もちろんお願いします。多分ライカムにはあると思う。ライカムにしかないの、分からん、どこにでもあるの、分からんけど。あ、そう、石ころさん、そういや週末ツツジ見に行かんかったっていう話をしたかったんだけど、うん、先週末のツツジは五分咲きだったわけ、はいはいはい、で今が満開って、だから先週はやめようってなって明日行くかなって感じ、うんうん、でも東南植物楽園のブーゲンも見たいから迷ってるっていう感じです。ああ、ブーゲンいいよね。うん、ブーゲンタワーいいよ。何メートルかな、3メートル。わかる、俺見に行ったもん。めっちゃいいですよね、うん、あれね。最近行った、うん、前、去年かな。すぐすぐそう、行きたいわけよ、ツツジも行きたい。でさ、うん、エカがさ、うん、この今週末で行った、今週、うん、先週から今週にかけて一番びっくりしたニュースを言っていい？はい、どうぞ。なんか映画に関係しないんだけどさ、うん、なんかさ、あのね、どこで見た？あ、昨日ニュースで見たんだ、はい、世界初の心臓移植を受けた男性が死亡、術後2ヶ月アメリカって言って、いや、世界初の心臓移植ってさ、うん、何からの移植だと思う？はい、どうぞ。ヤギ。豚。ピンポン。あ、違う、豚。なんかマジでびっくりしたんだけど、そんびっくりじゃない？豚ってなったもん。びっくりびっくり、びっくりでしょ。なんかに出てたよね、新聞かなんかにも出てたよね。すごくない？うん、人間ってさ、豚のさ心臓でちょっと2ヶ月生きられるんだよ。でも結局なくなってるから、うん、難しいけど。難しい。ただ iPS 細胞がどうのでしょ、あれ。あ、そうなの。うん、なんか詳しくは分からんけどさ、豚の心臓だけじゃなくて iPS 細胞があるから、うん、なんかいけたんだみたいな話ですよ。どうなのかな。だから理論上ではできるみたいな。へ、この移植を受けなければ命が危険な状態だったためって言って、うん、すごくない？もうやむなくはやったんだろうけど。どうします？何がいいですか？何が、いや、もう豚はいい。あ、もうもうそこまでしては生きれない。でももうどうしてもって言えばいい。もう明後日もう大きなことがある。もうみんながもうお願いっつって、お願いって言われたら、ちょっと待って、うん、めっちゃ考えるな。スピーナー生きてくれっつって。じゃあ3択ね、うん、豚と、熊と、うん、カエル。熊だな。カエルだろ。いや、熊でしょ。カエルってなんかちょっとでも動いただけでもなんかバフって弾けそうじゃない？なんか明るい映画の体についてこれなさそうじゃない？そっか、クマでしょ。でもすごく、そのなんていうの、豚の肝臓の移植は以前からされてたって。もうどう、世の中どうなってんの。でもさ、スピーナークマって感じだよな。これはその3択だったからね、今ね。もっと生き物いるから、イルカとかでもいいかもしれないじゃん。イルカは水のだよ。うん、だから無理じゃない。逆に強そうじゃない。あ、確かに。あいつめっちゃ呼吸しないじゃんみたいな。それ肺だろ。肺だ。だからもうびっくりして、これみんなに言おうと思ったけど、みんなやっぱ知ってんだね。知ってるね、みんなね。ねえねえねえ、豚でしょみたいな感じだったの、うん、すごいが、もう衝撃だったんだけど。まあいいや、よかった、それ言いたかった。二度見した。二度見、昨日夜二度見。待って待って、豚みたいな。ちょっと待ってってなったもん。あの夜もお昼も朝も忙しいね。今日ももう朝来てずっと忙しいもんね。今日は忙しいわ。まあまあまあ、あと忘れる前に言いたいけど、うん、絶対忘れるから今で言っとこうね、はい、あの3月、うん、あ違うか、4月いっぱいか、あの青森の女王今募集してるから、はいはいはい、誰かあの沖縄の綺麗な女性
女性ですか。女性ですね、女王ですから。で今はさ年齢も問わないし、うん、未婚既婚も問わないらしいので、はいはいはい、うん、もう一回出たら。それはダメだよね。そうなの。それはダメでしょ、うん、2000だって17だよ2022。5年、5年ぶりに。だからさ、やめてくれ。ミミリとスピーナとこの卒業した人で3人でやればいいじゃん、うん、へえ。ダメかな。ダメでしょ。オールドミスみたいな。うん、落とされるって2時でん見たことあんな。でもほら3人いますよいつかはそんなことあっても良さそうだね。リカパン応募させる。だからさ、だからリカパンめいちゃんさんありがとうございます。タイムキーパーがいるんだよね。このあと10分ぐらいはいけるよね。このさ、あの金曜日のタイムキーパーさんたちがさ、ちょっと最近増えてきてるよね。増えてる。ありがとうございます。実はその発声で昨日も出てきてました。あ、そう、はい、マナミンとも結構喋るからやっぱり何分ですよってだから一回リカパン出してもいいと思う。ええかねえ、あいつちょっとそれでこのなんていうのかな、やっぱ別れさせないと。そうそう、なんか一気にううなんていうの、うーん、別にコーツあるわけじゃないけど、ミスってな、ミス起きなーってちょっと大変だと思う、うん、このないろんなのを知らないといけないから。この泡盛に特化したものだったらもう一本じゃん、うん、だから勉強もしやすいと思うんですけどね。リカパン聞いてる。聞いてもないと思うけど全然聞いてないと思うけど。聞かない聞かない。どうなんだろうね、みんなリカパンどうかな。分からんけど、いいと思う。いや通らなくてもいいんですよ別に。一回出せと、うん、なんか最初はさ通らないと意味ないだろうと思って、うん、リカパンを応援しようと思ったけども、うん、一回出してみてって感じ。もとりあえずもうやってみてみたいな。そうやらないとっていう気持ちにもなってきたから、うん、まあまあまあ、リカパンは一回青森の女王を出させてみてもいいかもしれないね。そうだね、うん、それか浦添とかギノワンとかのあのテダコレディさんとか、でもいいと思うよ。そしたらさ、テダコレディさんとか青森の情もそうだけど、うん、お仕事しながらできるから、うん、ミスはもう一回仕事辞めんといけんから、それは大変じゃん。へ、うん、だからだからね、そうそうそう、ご飯も好きだしね、リカパン。だからね、いいんじゃないいいんじゃない。だからもうポッチャリ適材適所だね。ポッチャリで出てほしいよね。ポッチャリでは出れないよ、おいってなるよ。ミスは青森の情も、あ、うん、私は青森とつまみを研究してますそれでこの体です合格一発合格だろうね。ねえ、うん、あーあれってユーミンさん、あの、うん、狙おうかなって。あの人の自分こうなんていうのかな、見せる感って上手よね。あ、そうなんだ、うん、あ、いいじゃんいいじゃん、すごいなと思うよ。まゆうさんの、あ、じゃあテーマいこう。うっす、テーマこちら、卒業。はい、ね、卒業明日、まあ説明せんでもね。そう、明日はみんな卒業式、卒園式でしょ。明日なの。明日ですよ。え、そうだよね、明日だよね。12日って言ってたよ、小学校、中学校、高校。あ、一緒じゃないはずよ、全部小学校じゃなくて卒園式と。だって小学校、うちの小学校もっと後ですよ。あ、じゃあ卒園式12日って言ってたと。え、だけど、え、この沖縄市の友達は小学生の友達じゃないけど、公文生は12日って言ってた気がするけど。あ、嘘。うん、え、どうなんだろう。まゆさんの娘さん、まゆ子も卒業式ってよ。中学校でしょ、小中県立一緒なの。もうからん、地域によって違うのかな。中学校が明日って、小学校はいつ分からんけど、塾なのかな。まあ卒業だから、卒業シーズンだからさ、みんなの卒業の思い出があるでしょ、うん、きっと、うんうん、それを。カンパチさん、会津、会津って何県だっけ。福島県は中学校は今日って。へ、っていうことらしいので、みんなの卒業。これあれですか、スピーナに卒業してほしいことが僕あるんですけど。だからなんか言ってたね、うん、だからそんなことでもいいよ、とりあえず卒業にまつわればもう OK。 これ今言っていいの。今一回音楽流そっか。はい、わかりました、はい、じゃあ粛々と進めてください。はい、いきます。今日のテーマは卒業です。メールアドレスは797@fmginowan.com です。粛々ととは。またFM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。まだ
FM ギノアのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい。ツイッターも連動しております。最近は読んでませんが、ハッシュタグ FM ギノアでたくさんのツイートお待ちしております。先週の木曜日はやりました。はい、今日もやりますので。誰かリマインドしてください、お願いします。今日絶対さ、でも読めないぜ。だからもう今でも全然読めてないもん。ツイッキャスも読めないのに。ツイッキャス、またサイマル放送もあります。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノアのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送でお楽しみいただけます。さあ今日も2時間楽しくのんびり卒業にまつわる歌にしたらよかったぜ。はい、ワイワイ行きましょう。間違えた。あとでですね、僕がスピーナに卒業してほしいことを言いますので。今絶対文句でしょ。はい。おう、スピーナらしくない。だからこんな歌だけ絶対いかが思ってたち歌と違うよ。あんまりカムオーバーにしたんですけど、この歌なのかな。まあ、そうよね。あ、そうなんだ。うん。高校とかじゃない。え、いつって言ってたんだろうじゃん。高校は終わったから。あ、本当だ。23になった。ちょっと待って。あ、23か。来週、今週は中学校、来週中学校と幼稚園か。あ、高校3月1日なんだ。そうそうそう。卒園式は今週組と来週組がいるんだね。沖縄はね、25みたい。あ、そうなんだ。24 23って言ってた。誰が。だから沖縄市の映画の小学生のと水曜日にやらないだろ。やっぱでも23って書いてあるさ、なんでだろうね。あ、じゃあ23かな。もう分からん。流しといてあれだけど、何の歌って思ってる。何の歌だったんだろうね。よし、じゃあウェザリック行っちゃうか。変な歌だった。311でもありますから。そうそうそう、これも後でゆっくり喋ろうね。時刻は8時28分を回ったところです。あ、そう、さっきのさ、うん、あ、違うか、映画が思ってた歌と違うけど、まあいいか。それではタイトルが違うんじゃないですか。そうね、お天気、交通情報、うん、コロナ情報もありましょうか。あります。はい、まとめてお届けします。まずは今日の天気です。本島中南部、今日は南東の風のち東の風、曇り時々晴れの見込みです。波の高さは 1.5 メートル。雨の降る確率は夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までが 10% です。今日日中の最高気温は那覇で23度の予想です。うん、ちょっと暖かいのかな。そうですね、昨日に比べたら、はい、だいぶ
あったかいかなと思いますが、はい、ではお願いします。道路交通情報をお伝えします。高速道路は目立った混雑渋滞ありません。スムーズに流れています。一般道、一般道もなんかね、いつもよりも渋滞が少ないんだよね。多分学校が卒業とかですからかね。今週休みのところあったよね、高校とか。あれか、あでも昨日までだよね、高校入試って、うん、今日まで。あはあ、高校に学校が割と休みがちなのかな、週だよね今週、うんうん、かわからないですけど、まあまあ若干渋滞しております。宜野湾市内西原インターチェンジ向け国道330号、西原インターチェンジ入り口で 500m の渋滞、そして公園の交差点では西原チェンジ入り口向けに 1km の渋滞が起きています。その他スムーズに流れています。今日ね、なんかスムーズですね、うん、そんなに混んでもなく本当に車の交通量が少ない感じがします。ただ、くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。はい、続いてコロナ情報をお伝えします。あ、高校はもう休みに入ってるということですね。だからか、うん、なるほどね。昨日はですね、結構下がって649人。下がってませんよ、うん、下がってるけど下がってないよね。先週よりかは、先週よりも下回ってます。どのあれだよね、どの曜日も下回ってるって言ってたね。はい、宜野湾市は51人の方が新規感染者となっております。病床使用率は 34.4%、 重症用の、病床使用率が 18.6%。 これもやっぱ重症化はしてないんだろうね、うん、そこまで高くない、うんうん、気がするけど、はい、どう数字となっております。はい、お、じゃあ FM 議論から見える天気でも言っちゃう。はい、うーん、今日は曇りですね。なんか 20% って言ったけど太陽は見えてません。うん、曇りの一日になりそうなので。そうだね、どうなんだろう、曇りの日ってなんだか寒かったりもするんだよね。今日はあったかいみたいですよ、23度。うん、まあ、あったかいか、ちょっとジメッとしそうだね。そうだね、うん、はい、そんな感じの天気です。以上、お天気交通情報コロナ情報をお届けしました。あれ、いけそうだな、コメント。いいね、時刻は8時32分を回るところです。あと5秒。はい、ほんとね、コメントがいっぱい来てるので紹介していきましょう。やった、トップバッター、今日はポンタポンちゃん、はい、そしてナルトラさん、ありがとうございます。おはようございます。そして石ころちゃん、銀次、銀次、待て、誰、マハモッコリ、銀次って誰。もういよいよ名前でも読んでもらえなくなりますね。アンドロイド小次郎さん、なぎすけさん、おはようございます。ポンタが黒似合うぞ、かわいいって。ありがとう、ありがとう。なんか髪伸びてるようで伸びてないね。うん、もうちょっと伸びてほしいんですけど。くにちゃんさん、おはようございます。カンパチさんも、そしてエイさん、おはようございます。あ、ダリー、うん、うもダーリーがこの前さ、あれあげてたんだよ、ね、ツイッターでスターウォーズ、うん、なんかそれをすぐリツイートしましたけど、マジこのスターウォーズオタクたちみ、オビワンじゃない、オービーワンだよ、英語で言うとね。英語、あんまり、あんまりだから、日本だから。日本であんまりって言ったら、あんまり違う、あんまりだから。バッテンさん、そしてナオナーさん、おはようございます。ナオナーさんの神奈川県の天気、あ、お願いします。晴れ、うん、最高気温18度、だいぶ暖かさを感じられる。ポコポコ、ね、でもさ、うん、朝方とかさ寒かったりするさ、うん、この寒暖差疲れっていうのが今めっちゃみんな出てるんだって。あ、朝とこの昼ぐらいで5度以上差があったらもう人間結構きついって、うん、だからマナミもさ、うん、一昨日ぐらいかな、鼻水出しすぎで
もう気分悪いっつって、そうなんだ、途中で返しましたから、ね、そういう疲れがみんな出ることらしいですので、そうだね、でもなんかウォーキングして体をさ一定ってあったかくすることとか15分湯船に浸かるとかで良くなりますよって言ってたけど、運動すればいいんじゃん、沖縄なんて湯船そんなみんな浸からんしと思って、だから運動運動、昨日僕すごい今41人見てるよ、フットサルやってきて1日で10度以上変わるって、はい、次いきます、みやさん、そしてひふみさん、おはごくんちょ、フットサルお疲れ様、りなママさん、おはようございます、石ころちゃんがスピーナーワンのテストをあげるから送ってって、んあのそのインスタの人、いやいや自分でやって、長岡さん、おはようございます、うん、おはようございます、長岡さん、あのすごいいい子たちでございます、あ、ありがとうございます、はい、素晴らしい、本当に真面目でね、うん、かっちゃん、おはちょい、おはちょい、あ、占い来てた、まだですね、まだ来てないか、長谷淳さん、おはようございます、おはようございます、本日14時46分黙祷する予定のおじさんです、そう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 、そうですね、今日は 3.11 でもあるので11年なんでね、あれからじゃあ高3から11年経ったの、怖っ、高3だったの、高2か高3だった気がする、高2かで高3になりますよって時の3月だった気がする、だって部活も途中でやめて、沖縄にも、まあ、10センチとかだったけど津波が来るってなって家帰されたもん、部活終わってめっちゃ覚えてる、すごいね、あれはもう自然の脅威をまざまざと感じた、そうだね、今日の、14時46分ですね、あれは本当びっくりしたよね、怖かった、なんか嘘みたいだったもん、うん、だからそれからあの全国大会もなくなったし、その時のね、って考えたら僕も あのあれですね、実はその翌日に東京に行ったんで、あ、そうなんだ、あ、しかもさその時さ修学旅行シーズンだったわけ、高校生は、だから映画の友達が東京にいて、うん、津波、あ、じゃない、この地震があった人たちだったから、小坂はさ修学旅行ないからさ、そんななんか怖かったよ、でもやっぱり、うん、あの余震が来てて、まだそうなんだ、うん、だからこれを本当に直受けた東北の方々はすごい怖いんだろうなっていうのが想像はできましたが、うんうん、ね、今日映画たちにできることはヤフーで 3.11 を検索しよう、なんで10円寄付できるんだって、おーおーおー、じゃあやりましょうか、いいんじゃない、うん、はい、まあ、ウクライナも大変だけど身近な人をね、そうね、まあ、どっちもね、そうね、だって難しいんだよ、うん、今ウクライナに募金したところでさ戦争継続の募金になっちゃうらしいよ、だったらウクライナが降伏すればいいかったらそうでもない、じゃだからもう戦争が終わった後に募金をしたら、うん、あの本当に復興に向けてだからいいんじゃないっていう考えが終わりましたが、分からん、ご意見番の意見じゃないからごめんね、だから意見じゃないよ、確かに、たださ、そのなんていうのかな、じゃあ例えば沖縄攻められましたと、うん、降伏しますってなったら、うん、例えば中国にならないといけないみたいなことだったら、いや、ちょっと嫌じゃん、嫌だから、むずかぴー、むずかぴーよね、これは本当に難しいと思います、うん、すごい新しい人来た、おさわり教授さんが来たあ、この方は何日か前から来てますね、あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、かっちゃん、兵庫ウェザー来てま す、兵庫県は晴れ、最高気温が16度、最低が6度、花粉情報、うん、非常に多いそうですよ、皆さん。ぜひ皆さん、沖縄に逃げに来てください。鼻がかゆい、目がかゆい、喉意外がに注意。いやー。最悪だよね。でも、この時期に県が行ったことあるけど、エリカはあれだったよ。花粉ならんかったよ。エリカは大丈夫じゃないか。はい。バタヤンさん、おはようございます。ああ、なるほどね。長谷淳さん、スピーナそこ加齢臭しない、昨日座ったんだけど大丈夫、大丈夫、長谷淳さん昨日出てたんですよ、あれに今換気のあれつけた、ひふみさんの番組、あ、そうなんだ、うん、いいね、すごいよね、やっぱラジオってなんかマジでつながっていくからね、つながっていく、面白いね、はい、カブボさん、おはようございます、まゆいも来てますね、おはようございます、沖縄大好きさん、おはようございます、石井さん、おはようございます、おはようございます、めいちゃん、おはよう、お吉田さん、おはようございます、黄色い川の人さん、すごい今日なんかみんないっぱい来てる、青の軍団さん、まんまるシェフさん、イエーイ、
っていう感じかな、うん、え、かちゃんさんのあれなかった？おさわり教授さん、おはようございます。コメント読んじゃうか。おはようございます。大きい地震は阪神に東日本と経験し、大阪に帰ったら北大阪地震も大きい地震は嫌だって。3つ経験してんだ、すごいね。すごいね。それ嫌だよね、トラウマにもなるよね。だって阪神の時は映画生まれた年だったはず、94年とかだったよね。高校の時だ俺が。あ、そうなんだ、うん、すごいね。確かにね、被災地っていうのはね。ただまだね、復興が進んでない箇所もあるっていうことなので。そうだね。あれ、あの11年も経ってるのにね、大変ですよね。わけわからん。あ、かっちゃんのあれあった。読んでいい？これまで読んでいい？はい、水瓶座の運勢。頭がさえ、仕事も勉強もはかどり、友達との会話も弾むでしょう。日頃なかなか手につかず後回しにしていたことを片付けたり、やるやる、マジでやる。普段なかなか会えないような友達に連絡を入れると、いい情報やアドバイスがもらえます。文字通り部屋を片付けたらいいじゃないですか。部屋はもう今も大丈夫。うん、お家大丈夫。グッジョブ。車は？車ね、車もギリ許容範囲ですね。皆さん、今日はですね、卒業で、メールコメントお待ちしております。ぜひ読んでという方はメールでお願いします。うん、で画像出してっていう人は山内さんに LINE してる方、 LINE してください。 LINE してください、はい、メールアドレスは797@fmgino1.com です。 CM？ 立ち入り制限区域は復興も除染もできてないってよ。もうわけわからんね。問題が起こりすぎても何が何だかなんだろうね。阪神の時高校生じゃないの？阪神っていつね？94年。沖縄大好きさんはその後ぐらいに生まれたんじゃないじゃん。高校生。沖縄大好きさん1個2個違いとかじゃん、 A カートじゃん。下ってこと？うん。みやさん高校生じゃないの？あー、じゃあ長福さんついてるね。95年だったら卒業してるかもしれないね。何の時間だ。どこだっけ、どこだっけをなくしたいっていう話だった。95年は、これ何したか分かんない。1個違いだね。時刻は8時41分を回りました。今日は何の日のコーナーです。おお。はは、成長したね。いきます。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日3月11日、まあ、沖縄、日本にとって大事な日ですね。そうね。うん、命の日っていうらしいですよ、あの後からね。うんうん、旧暦では、2月9日って、今日が旧暦の誕生日だ。よっしゃ、肉の日。肉の日。えとは肉語、水のと胃、六曜は仏滅です。あら、天候確率は晴天 43%、 潮回りは小潮です。満潮時刻は1時27分と11時55分、干潮時刻は5時32分と20時9分です。日の出の時刻は最近さ、もう起きた7時6時ぐらいに起きるけど、もう明るいんだよね。明るいね。6時43分、うん、日の入りの時刻は18時36分です。明るいのが嫌なの？いいんですよ。嫌みたいに言うからさ。いいんですよ、日があるのが長くなってきて。スピーナー、それで29歳なんだって。み28、肉の日で28になった。29面だよ。でも早生まれってことです。はい。じゃあ過去の出来事ね。はい、沖縄の過去の出来事は、全日本トライアスロン宮古島大会に日本生活文化大賞、うん、1997年です。あと東日本大震災発生、うん、マグニチュード 9.0 を記録って。いや怖いね、怖、本当に 9.0 って聞いたこともないよね、うん、で大津波で犠牲者約22,200人。あ、多いよね。2011年。あと琉球国マキリズ
国指定重要文化財に2016年、マギリズっていうのがあるんだね、うん、あとさ新型コロナウイルスでパンデミック宣言が2020年、この日、あそうなんだ、うん、世界のあれがやったやつ、そうそうそう、 WHO、 うん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 、この日なんだね。2年前ですね。だから2年前のこの辺からもう始まってきたっていうことですよね、うん、コロナが、うん、そう、いやなんか怖いね、世界がどうなっていくのか、もうわけわからん。あそうそう、ナンバープレート肉なのはそういうこと、そういうこと、長岡さん肉号です。肉好きも絡んでます。あそうですね、まあそんな感じですね、いろんなことがあるね。はい、今日は送る防災の日らしいです、うんうん、自然環境や人地域に優しい社会を目指すエールマーケットが制定、東日本大震災の記憶を忘れずに防災用品などを大切な人に送るという習慣を根付かせることが目的ということです。なんか防災グッズね、なんか準備しなきゃって思うけどね。わかる。なんかそれの最近さ、この防災グッズが、四角い防災グッズがあって、うん、こんなやつ、うん、それなんか椅子にもなるみたいな。壊さないでよこれね、椅子にもなって、はい、ああ上等だね。そうで、これに入れとけば、うん、もうすぐパッて逃げないとって時にもう備えられると、うん、はいはいはい、っていうのをさ、一応マジでやらないとって本当に思うよね。思う。沖縄もいつ、沖縄はあんまり地震ないって言うけどさ、いやなんだかんだあるもんね。分からないって、分かんないもんね。全然あの専門家の方が言ってましたよ、分からんよって、いつ来るか分からんよって、うん、もう全然分からないですよって。そうですね、じゃあ今日の誕生会いきましょうか、うん、雪柳、かわいい、白の小さい花、花言葉愛らしさは1センチにも満たない小さな花の可憐さ、可憐さに由来すると言われています、うん、あと花火思想、花火思想、ほう、アメリカ西部の原産地では春になると辺り一面が黄色、金色、なんていうの黄金色に染まるほどの花が咲くと言われています。花言葉成功は、これを見たスペインの探検家たちがこの地を黄金の西部と呼んだことに由来すると言われています。あそんな感じだ。あ今日今日誕生日の芸能人誰と思う？わかんない。梅沢富美男。あ梅沢富美男じゃないの、達夫だ惜しい、梅沢達夫でした。全然違う。すごいよ。あと今日パンダ発見の日って。パンダ？パンダ発見の日。1869年のこの日、中国の民家で伝道中？伝道っていうもの？ああ、キリスト教のあれですかね、うん。フランス人神父が白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられ、うん、西洋でジャイアントパンダが知られるきっかけとなったって。へえ。だからそれまでジャイアントパンダっていう概念すらなかったんだよね。ね。すごっ。それでこの現地の人がこれパンダですよって、うん、すごいね。パンダとも言ってなかったんじゃない、なんか獣がいるよ、白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられて。そうそうそう、面白、すごいね、こんな日があるんだね。すごいね。もっとさ、今から絵画たちはまだまだなんか分かる、新しい発見したくない、うん、だってもうなんかみんなもう全部知ってるさ、悲しい、宇宙ですよ、だから分からないのは、ね、そうね、星とかね、うん、宇宙の研究してみたらちょっと楽しいよね、宇宙の話ね、わ、うん、かる。まあそんなもんですね。キャンチとやったらいいよ、キャンチもめっちゃよくわかる。あそうなの、宇宙人なんだ、うん、宇宙人、へ、文字通り、文字通り宇宙人、はいはい、ん、もっとあった、なんか言うことないです。以上、今日は何の日のコーナーでした。確かに深海に潜るのも、あ深海もいい ね深海あり、深海も好きですね。でもさ、たまにマジで見たことない生き物が飛んでたりするさ。どこに？なんか虫とかでね、何この虫っていう、ああいうのってか誰に申請するんだろうね。いやでもあれ大体見つかってる、分かるよ、もうみんな見つかってる、うん、マジ？スピーナのお家にいるの？たまにいるさね。ごめん、あんまりうちの周りはいないですね。スピーナさんのとこは結構山だから。違いますよ、マジ違う。はい、ピピ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 ピ
キャンチ。キャンチ？ぽい。よそ行きキャンチの声。そうそうそう。あいつ昨日遅れてきたんだけどさ。そうなんだ。うん。言い訳がお腹が痛くて。ウケる。トイレに入ってました。幼稚園生か。でもお腹痛い時ってあるよね。わかる。でもそう言われるか言われないかは日頃の行いだよね。確かに。珍しいお腹痛いって何かあったのって言われるのか、幼稚園生かって言われるかは、まあその人のあれです。ねえ山内さん、3つなかった？3つありますよ。始まりました。どこに行ったかな。これの裏、これの裏。はぁ、これの裏。あ、これか。そう、ブギンビリアタワー高さ8メートルって。時刻は8時50分を回りました。今日のテーマは卒業ということで、卒業のお話ししていきたいんですが、はい、じゃ聞いてみようか。アスナさん、岩手県からおはようです。おはようございます。チロリンチョ。チロリンチョ。卒業、小学校の卒業式前日、急な発熱をしたんです。翌日 37.5 度ありましたが、式には出ました。気力で帰るまで乗り切った私を褒めてやって。すごい。今はありえないことだけどね。そうね。このご時世はね。そうそうそう。怒られるだろうけど。わかる。言わないよね。うん。熱乗り切るときあるもんね。うん。そしてこの方も来てます。進撃のめいちゃん。今日は真面目に入りますということで。スピーナさん、山内さん、おはようございます。おはようございます。まずテーマに入る前に。はい、東日本大震災から11年、改めて防災意識を大切にしていきましょうね、うん、震災を忘れてはいけない、風化させてはいけないですね、うんうん、そして卒業、まさかスピーナさんが番組卒業とかないよね。違うよね。ごめん、マジで全然違う、ごめんなさい。びっくりするぐらい大丈夫。まだまだ居続けようと思いますので、おばあになるまでいます。だからよ、おばあになってからね、はい、山内さんがね、もう疲れ果てるまでいとこうね。そうだよ。僕があの世に行くまで。そうだね、やってくださいよ、卒業した後でも行きたい場所、高校や中学ですよね、当時育った場所、あの風景を一度でいいから歩きたい。もうダメではあるけれど、学生の頃楽しかったなっていう思いでしたいな、うん。昨日クモンの子がさ、中学校卒業する、高校楽しみって言ってたのも、とってもなんかもう、なんか分かる？高校ってさ、もう全然違うさ、小中と全然違う。しかもさ、高校の先生だ、高1の時の先生が、うん、今1年生で会った友達って一生の友達だよみたいな、だから絶対仲良くしとけって言ってた。映画こんな、高校って地元も一緒じゃないから、うんうん、そんなわけあるかと思ったけど、うん、マジで今もずっと仲いいから。確かに高校、あ、でも中学も、高1の友達じゃない？あれかな。高1は確かに。ね。うん。超、今でも仲いいから。大事だよ、高校1年生って。楽しみだろうね、みんな。ですね。卒業おめでとう。卒業寂しいけどね。ただ、まあ、小坂はあれだとしても、うん、僕、中学が山陰区って山の上なんですよ。うんうんうん、だから、あっちにはドライブがてら行くと、やっぱ懐かしいってなりますよ。今でもね、そこまで変わってないから。そうなんだ、うん、でも高校はなんかもう部活のことばっかりだったからな、なんかもう戻りたいとは全然思わない。ギャルになれるんだったら戻りたい、ギャルとして生活していいよって言われるんだったら戻りたいけど。あ、今みたいに？今全然ギャルじゃない。じゃあスピーナさんに卒業してほしいこと言っていいですか？あ、どうぞ。何ですか？ね、全部聞いてよ、最後まで聞いて。あ、ちょっと途中まで、途中で何か言わないで、うん、しかも携帯触らないで。オッケーオッケー。
山内さんに対する態度を卒業してるし、うん、この生意気な絶対言うと思った。先週ですね、眉とこうみんなで飲んで、うん、スピノさん来れなかったんですよ、なんでか知らんけど。でみんな心配して大丈夫かっつって、うん、でもう俺ももう帰る時にもうベロベロだったけど、あ、うん、スピーナ来たらちょっとかわいそうだなと思って、うん、もう帰るからみんな、うんうん、スピーナもう帰るよって、うん、だから来るなよみたいな、だからヘベレケで送ったんですよ。そしたらソウムシ、ずっとソウムシ。違うよ、なんかさ、眉さんとかはさ、うん、とかリカパンとかはさあのなんて言ったかな、 LINE がちゃんと来てたわけよ。僕もちゃんと来てるじゃないですか。でリカパンもスピちゃんさんみたいな、もうみんなもうベロベロなんですみたいな、うん、って言って、また今度話するの楽しみにしてますみたいな言ってくれたんだけど、うん、山内さん、スピーナ10もう帰ったからさ丸ほーわーってなって、これスタンプ返すのもあれだし、もう帰ったからさお前来なかったよな言ってるさ、違う違う違う、ヒエーってなって、もうこれは返さない、違う違う違う、金曜日会った時にシャーベローと思って無視違う、お前返す、返、何だよ、来なかったな、お前来なかったよなが含まれた、含まれてない、スピーナ10もう帰ったからさ丸、絵文字も何もなし、いいか、そつけ何がいい、まゆさんとリカパンには返したよもちろん。そう、俺に返ってこないわけよ、うん、怖いね、怖いよね。違うんですよ、あの本当はこれの中にはだからスピーナ来るなよだったんですよ。もう今から来ても来るなよもおかしいだ、来るなよでもないさ、違う、今から来ても、違う、だから今から来ても、うん、もうみんな解散するからねっていう一言あればいいけど、もう帰ったからさもう帰ってるやん来るなよの前に違う、もうそれが限界だったんだよまあいいや、もう遅れっつってやめてくれ違う、これはもう、ええか初めて見たもん、大丈夫なんか、なんていうの今から来れるとかだったら分かる、もう帰ったから、違う、もう帰ったからさとかじゃない、もう帰ったからさ、いやそれイントネーションやしそりゃ返事も返さないからさだよね、もう帰ったからさだわけ、優しく、違う違う違う、優しくスクショしてみんなに見せたい、このなんか淡白な感じ今ちゃんすごくないんだって、久々に来てすごくないんだって、ほらエモちゃん、エモちゃん、エモさん、久々、そう、ひえってなってたから返さなかった。じゃあなんか態度卒業してって言いにくくなったじゃんリカパンはこういう返しがさ、うん、下手だから言いくるめられてるんだぜね、あ、そうだね、山内さんにリカパンが悪くないことでもそう、みやさん、もう帰ったからさ、かっこ今更来ても遅いからな、お前覚えとけよ覚えとけよまでが入ってるからさ、覚えとけよ入ってないからそうそうそう、山田さんの文面だよ。あ、ナナさん、水曜日に聞いた時はスピーが返さなかったんだと思ったけど、山田さんの文面ねってきてるんだけど、そう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 、違うんだって、これだからさ、一部一方だけの話聞くのは良くないっていうことをね、ほら身に染みたつい、ひふみさん、山田さん優しい、俺なら連絡もない人には何も書かんけどな。違う、山田さんこれまでもチョンボ2回してるから、もうこれでエイカは消費した1、あとチョンボ1回できるエイカ。違う、なんで連絡もしないんですか、うん、怖いもん。違う違う違う、ほらみんなに、みんなに来れないですとか、あ、電源切れてたわけ、電源切れてて、切れてた、切ってた、どっち、切れてた、切れててお店の人に充電してもらってたわけ。あ、なるほど。 それで見て、あ、もう帰ってるやん、山田さん怖っ、伏せた皆さん9時台ですね、卒業というテーマで引き続きお送りしていきます、はい、ぜひ卒業のお話聞かせてください。メールアドレスは797@fmginoan.com です。お待ちしてます。ははは、なんか俺が悪いみたいになってるしグルメの街こんな言って男と遊んでたんだろうって。誰が、スピーナ、ちょっと、違うよマジでさゆうみさんに怒れてる。ゆうみさん昨日ごめんすよ、もうヘロヘロで
メールできなかった。でも盛り上がってたからね、ツイキャスはちょいって盛り上がってるなーって。スピーナさんもたまにはさ、ひふみさんとかの番組にコメントしたりしてくださいよ。あ、そうだね、うん。今日さ、コインの心配してない。ありがとうございます。でも心配しよう。あと3コインお願いします。時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニングエイト FM ギノアンのスタジオからスピーナリカと山内があと1時間生放送でお届けいたします。はい、皆さんコインもありがとうございます。じゃあテーマいきましょう、はい、今日のテーマはこちら、卒業。はい、卒業。はい、スピーナさんの卒業式の何か小6の時にさ、うん、もう映画小学校めっちゃ楽しかったわけ、うん、まあ、小中高何が楽しかったって言ったらもうなんか絶対みんな高校っていうさ。あ、そうですか。映画小学校が一番楽しかったわけ。あ、小学校楽しいっていうのはあんまり言わないよね。言わないさ、小中高で、うんうん、でも小学校がもう超楽しくて、うん、で映画たち小学校ってさ2クラスしかないから、しかも40人を分けた2、あ、24人22人とかもう、うん、マジでもうめっちゃ少なかった。島袋か、島袋。今は3クラスある学年もあるって言ってたんだけど、はい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 、あ、コインありがとうございます。え、来たの？うん、来た。あ、俺が今やろうしたの。ありがとうございます。やっとくか。そう、そう、それで、うん、で先生とも超仲良かったわけさ、うんうん、で絵科は一応なんか調子乗ってたから児童会長とかやってたからさ、もう先生方と関わりも他の生徒よりも多いさね、うん、で、すごい寂しすぎてさ、うん、みんなにさ、うん、あの毛糸のさ、うん、なんていうの、ブレスレットみたいなのをみんなに作ったわけ。はみんなと先生に、ね、お母さんと二人でもずっと編んで、すごいね、うんうん、で小学校の先生にもお願いだから中学校一緒に上がろうみたいな、中学校の算数の先生として来てくださいって言って、でも先生も一応申請するって言ってくれてから、うん、それ映画がもう一番思い入れのある卒業式はもうこの小学校みんな分編んだ、あのみんなも捨てただろうけどさ、持ってる人いるのかな。だって映画も持ってないもんびっくり こいたこいたこいたわ、もうせめて自分は持っとこうぜ。いやいやいや、もう持ってないよ、何年経ってるから、小学校から。でもあれは頑張った、覚えてるもん。いい話だったのに。うん、めっちゃもうみんなにもう忘れんでねとか言って、でも小学校と中学校みんな一緒だからさ、もうなんかほぼ同じ子にからそんなそこまでないないんだけどね、離れていく人って。え、中学校どこになるんですか。あの北中、みんな北中ですね。遠そうだね。でもだからバス走ってる、え、かたち島袋区域だけバス走ってる。そう、島バスっていう島袋の人たちのためのバスが走ってる。だってライカムも越えての奥だからね、北中って。あ、遠いじゃないですか。遠い遠い、歩いてはいけないよ、まあ、歩くよ、うん、みんな歩いたりするけど歩いてはいけないところだから、はい、めっちゃ覚えてる卒業式。まあこんな感じでね、別にオチはなくていいですか皆さん、こんな感じでね
あの普通に卒業式のいい思い出でもいいです。あるいは卒業したいこととか、うーんね、いいじゃん、うん、そうだね、みんなの卒業、とりあえず卒業式にまつわらなくてもいいや。なんか卒業したいこととかないんですか。うーん、態度、態度、態度ね、卒業したい態度だいぶ卒業したい。そうね、うん、ちょっと改めてください。改めたい、特に年上に対して、ね、年上男性に対して、山内志郎に対して、はい、はい、これ何の時間これはいはい、なんか気になってるからね、時間一丁前に時間気にしてんだよなこの調子ではい、じゃあ、皆さんニュース聞いてください。はい、はい、では沖縄タイムスより記事をお届けします。今日はやっぱ 3.11 なので震災についてお届けしましょう。まずは総合面からです。震災11年、38,000人今も避難、うん、約22,000人が犠牲となった東日本大震災は11日発生から11年となりました。政府主催の追悼式は震災10年の節目だった昨年で最後となり、岸田総理大臣は午後の福島県主催の式典に出席。復興庁によると東京電力福島第一原発事故などによりなお全国で約38,000人がふるさとを離れ避難生活を送っています。と続いて社会面よりちょっとこれ新聞ガサガサ裏面っていうのはちょっと問題がありますね社会面よりお届けします。普天間騒音、国に賠償命令、3193人へ13億円。アメリカ軍普天間飛行場の周辺住民3193人がアメリカ軍機の騒音で精神的苦痛などを受けたとして損害賠償を国に求めた第二次普天間騒音訴訟の判決が10日那覇地裁沖縄支部でありました。足立裁判長は法的利益の損害は侵害は社会生活上受任すべき限度を超えているなどとし、約13億4274万円の支払いを国に命じました。山城原告団長は騒音は提訴時より増えていると感じる中、請求額と賠償額に差があることは残念と、今後弁護団と控訴を検討しています。そして続いて地域面からお届けします。コロナ禍を克服、450人が卒業式。日系教育グループの専門学校那覇日系ビジネスと日系ビジネスの合同卒業式が4日宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開かれました。保護者や教員らが見守る中、計450人が門出を迎えました。卒業生はこの2年コロナ禍で入学式や研修が制限され、オンライン授業や分散登校もあり、那覇日系ビジネスの半峰校長は式辞で、学校生活は戸惑いと不安の中スタートしたと思う、夜遅くまでの自習や週末の検定試験に立ち向かい、例年通りの進路結果を出した、心より拍手を送りたいとねぎらいました。最後はちょっとハッピーニュースに行きましょうか。ポカポカ陽気、超忙しい、超って蝶々の蝶ね、超忙しい沖縄地方は10日、高気圧に覆われ晴れ間が広がりました。最高気温は与那国島で 24.7 度と4月上旬並みの陽気となりました。那覇は 21.9 度でした。本部町の具志堅海岸はポカポカ陽気の中、自生した大根の花の蜜を求めてモンシロチョウやミツバチが忙しく飛び回り、沖縄気象庁によると向こう1週間の最高最低気温ともに平年並みか平年よりも高い日が多い見込みと発表しました。以上、沖縄タイムスより記事をお届けしました。
時刻は9時9分を回りました。9時9分、うーん、9秒、早く言ってください。やりたかった、ごめんなさい、はい、お天気交通情報コロナ情報をお届けします。合ってますか、はい、今日の天気です。本島中南部、今日は南東の風後東の風、曇り時々晴れの見込みです。波の高さは 1.5 メートル、雨の降る確率は夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までが 10% です。今日日中の最高気温は那覇で23度の予想です。はい、ポカポカ陽気です。そうですね、そうすよ。続いてコロナ情報もお伝えします、じゃない、道路交通情報をお伝えします。はい、高速道路目立った混雑、渋滞ありません。一般道も渋滞ありません。今の時間渋滞解消されております。スムーズに流れています。はい、続いてコロナ情報をお伝えします。昨日はですね、まあ、若干減って649人、もうほんと若干、はい、ただ前の週を下回っているということで、どの週も下回っているそうですか。それがいいね。でもね、そうだね、うん、徐々にだね。宜野湾市は51名の方が新規感染者となっております、うん、どうぞ。じゃあ FM 宜野湾から見える天気はもう8時台と変わりません。今日はちょっと少しばかりどんより天気です、うん、でもポカポカはしてるのは言えてると思う、うん、さっきの新聞の通りね。確かに。だからツツジも見に行きたいよねっていう天気だと思います。今日は波も高くなさそうですね。なんかこう、ただただ曇りみたいな、そうそうそう、なんか無かもなく不可もなくの天気ですですね。雨降らんかったらいいね。そんな感じです、うん、よろしゅ、よろしゅ。以上、お天気交通情報コロナ情報をお届けしました。何の歌、何の歌。ポンちゃんリクエスト、夜遊びで遥か。これ卒業式ソングらしいです。ぽい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 。このイントロ聞いて何を卒業と演奏するの。え、桜咲いてそうじゃない。ポポ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 ポ。あー、そういう意味ね、うん、すげえな。次やりくよ、み今もちろん探してるんだよな。もう探した。ただ LINE してるわけじゃないよ。もう探しました。文句は言わせません。あ、そっか。エマちゃんは卒業式には番組咲いてないって。あ、桜。いつ咲くの？わかるやん。この曲わかる？うん。ヤフーと LINE で、どういうこと。 LINE で 3.11 ってどうやって検索するの。ヤフー 3.11 ね。誰と喋ってるの。おのれ。しかも何の話をしてるの。あ、検索した。みんなも検索しよう。1000万、10万、100万。どういうこと。寄付で誰が寄付してるの。ヤフーからってこと。すごい。え、マジ。そう、一人につき10円をヤフーから福島をはじめとした東北支援のために寄付しますって。何、ヤフーで探せばいいの。そうそうそう。 3.11 って100、1000、10万、100万、今2000万500。すごいね。だから違うね。1、10、100、1000万、10万、100万。だから100万当たってるか。すごいな。確定申告済み。スピエリ
菓子はみんなもらうんじゃない。でも絵が高校陰キャだから。俺なんかさ、高校の時そんなのなかった気がする。紙吹雪やばいよ、小学校の。あ、そう。あれあったな、あれは。あれは普通にみんなに、みんなあれじゃない、部活やってたらもらうんじゃない。いや、なんか後輩からそういうあれがなかった気がする。花ぐらいじゃないかな。あ、そうなの。そうなの。スピンの卒業したいこと考えてたよ。自分の中でこれはもうそろそろ卒業したい。うん、ある。じゃあ CM か。かわいい最後。ひふみさん OK。 次皆さん心理テストやりますので、参加してください。ショートってさ、首長く見えない？山田さん、なんかこれ首でもこれできる。おお、いいね。こんなしてた。おお、いいね。練習した、小学校の時。首長く見えるのかな、ちょっと分からん。スピードでも首長い人じゃなかった、もともと。そうでもない。わかりません。これもできると思うんですよ。どう？全然ビビる。やば。あれみたい、あのなんかディフェンスできてない、ディフェンスできてない。ねえ、スピーナーは体型でも首が長い感じはするけど。マジ？ショートの姿勢というかよりは。最近ダイエットできないんだよね。ムチムチよ。早く行くか。はい。スピードエルカの心理テスト。よっしゃ、ちゃっちゃか行っちゃうよ。では行きます。皆さん心と、エコーにかぶせないでください。タイトル気合い入れて言ってんですか。あのご用意はよろしいですか。はい、行きます。尊敬する上司を思い浮かべてください。お、尊敬する上司が、うん、あなたには赤く見えるものをオレンジだと言いました。さて、あなたはどうしますか、うん、選んだものでは何が見えるかをちょっとまだ言わないでおきますね、はい、尊敬する上司があなたには赤く見えるものをオレンジだと言いました、うん、さてあなたはどうしますか、はい、1、私には赤に見えますとはっきり指摘する、うん、2、上司にはオレンジに見えるのだともう気にしない、うん、3、上司に言われたら赤ではなくオレンジだと思う、4、上司の前では黙っているか心では赤だと思う。2ですね。迷うな。2、尊敬する上司、その上司のテンションにもよるけどな。でも尊敬してるんでしょ、うん、だから僕は2ですけどね。気にしない。1、もう一回ね、みんな聞いててね、耳かっぽじって聞いててね、うん、1、私には赤に見えますとはっきり指摘する、うん、2、上司にはオレンジに見えるのだともう気にしない、3、うん、上司に言われたら赤ではなくオレンジだと思う、4、上司の前では黙っているが心では赤だと思う。まあ2か4だよね。僕は2ですね。1でしょ。
赤でしょみたいなテンションで言う、映画だったら F60 の赤じゃないみたいな、なんかアホ亭で1っていう、あそれで盛り上げるって意味、そうそうそう、僕はもうこれは、うん、分かり合えないって瞬時に判断してもう喋らないです、喋らない、でも心閉ざすんだったら上司の前では黙っているが心では赤だと思うの4だと思います、あでも閉ざさないじゃなくてなんていうの、あもう終わって別の話題行きたいなっていうどっちじゃ何だから2位、2位、上司にはオレンジに見えるんだなと気にしない、そう気にしない、あオッケーオッケー、うん、2位ね、え1、長岡さん1、英子も1、だってもしかしたら本当にオレンジに見えてるかもしれないじゃん、ああそうそうそう、あそうだね、そう、えじゃあ3のさ、上司に言われて赤ではなくオレンジだと思うっていう人はいないんだ、あんまりいないね、僕でも3でも構わないぐらいだけど、えじゃあ構わない、うん、まあまあオレンジかっていう、そう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 、尊敬する上司か、尊敬してるから、尊敬してるからね、うん、いやでも1かな、英子はどれからいく、じゃあ3あんまりいなかったから3からいこうね、これで選んだもので、あなたが恋愛で超えてはいけない一線を診断しますこれ俺高そうだな、1はやばいんじゃないか、本当1やばいかな、うん、3、上司に言われて赤ではなくオレンジだと思うを選んだあなたが超えてはいけない一線は恋愛信者のライン、どういうこと、尊敬している 上司がオレンジと言うならオレンジだと思うあなたは気づかないうちに恋に溺れてしまう可能性があります、ほうほうほう、そんなあなたが超えてはいけない一線は恋愛信者のライン、つまり好きな人の考えを疑うことなくそのまま受け入れないように、受け入れたりしないようにということ、ね、うんうん、自分で物事を判断しなくていいのは楽でしょう、ただ相手も人間ですから誤った判断をしたりあなたと価値観が違ったりするはずです、それに気づかせてくれる友達の存在も大切にしましょう、うん、恋なんだから溺れたっていいじゃない、正解じゃあ次は、次は2位します、2位にしますか、うん、山さん何 2、うん、じゃあ4にする、いいよ4で、上司の前では黙っているが心では赤だと思うと思った、あ4もあんまりいないから、ね、4番さん、うん、4号星のバッテンさんいきます、そんなあなたが超えていけない一線は恋愛偽善者のラインつまり好きな人の前でカッコつけたり目を張ったりしないようにということです、うん、はい、あえて間違いを指摘しないあなたは恋愛においても表の態度と心の中で思うことが違ってしまう場合が多いそうです、うん、恋人に気に入られようと自分を飾ってアピールするうちによく見られたいという思いが高じて嘘をついてしまう恐れもあります、ありのままの自分を見せるように努力しましょう、和樹さん、バッテンさん、ひふみさん、じゃあ2番のシェフさん、山内さんね、はい、2番、上司にはオレンジに見えるのだと気にしないを選んだあなたが超えてはいけない一線は、はいはい、恋愛弱者のライン何それ恋愛においても相手の失敗を許容できる懐の広さがあります、おー、そうだよ、そんなあなたが超えてはいけない恋愛の一線は、うん、恋愛弱者のライン、つまり恋人に対して寛容になりすぎないようにということです、大好きな人の前では大好きな人には嫌われたくないという思いが強いのは当たり前でしょう、うん、でも少しくらいと無理なお願いを聞いているうちにエスカレートしてしまいますよ、ダメなものはダメと言えるように心を強く持ちましょう、あダメって言えないんだよそう言えなさそう、好きな人には言えなさそう、言っていいんだって、でも言いたくもないしね、あんまり、あこれはちょっと山田さんはちょっとサイコパスのところがあるなんかもう言わないよ、もうすぐ切り捨てるからっていうところがあるなんでいちいちディスるいちいち本性を暴いてやるから、だからおお、じゃあ1番目いました、ええか1なんですけど、1番結構いますよ、あ本当、うん、1、私には赤に見えますとはっきり指摘するを選んだあなたが超えてはいけない一線は、はい、恋愛正直者のライン尊敬する上司に間違いをはっきり伝えるあなたは恋愛においても感情が高ぶると自分の気持ちをストレートに出してしまう傾向があります、うん、そんなあなたが超えてはいけない一線は恋愛正直者のラインです、つまり隠さずに全てを言ってしまわないようにしなさいということです、大好きな相手だからこそ伝えたいのでしょうが打ち明けられる方の身にもなって考えてみてください、あなるほど、全ての情報に優先順位をつけて大事なことだけ上から3つぐらいで小出しにしていきましょう、それねあるねあるねあるね、なんか正直になればいいってスピーナさんとか思ってますよね、正直になったもん勝ちですねとか言いますよね、はい、
確かに言われた方を考えてください。じゃあ言わないで後から出てきていいのっていう考えになっちゃう。後から A 君の場合は 出ちゃうから、だったら最初から言ってって言われるのが嫌。心理テストすらある。弾く。そういうことですね。でもちゃんとこう相手の身になって考えてよ、言われる方の。そうよ。そうよじゃないよ。そうよ。まあそうよ。考えてるよ最近は。あ、そうなんだ。あ、偉い。ちょっと大人になってる。大人になってきてますね。はい、まあ、28ですからね。そうですよ。うん、以上です。心理テストのコーナーでした。さあ、ですね、ここでお知らせがあります。はい、FM ギノアンよりさっきの、うんうん、さっきの、あ、さっきの言ってください。あ、さっきのも言いますか。はい、これ初めて読むんですけど、うん、沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局からのお知らせです。沖縄県警察安心ゆいメールより行方不明者の情報がありました。3月8日8日ですね、火曜日、うん、午後7時ごろ、中城村八木に居住している66歳の男性が親族に自宅まで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。うん、特徴は身長160センチくらいで中肉、赤色の靴を着用していると思われます。発見した際は宜野湾警察署までご連絡をお願いしますということです。はい、もう一回特徴言いましょうか。身長が160センチくらいで中肉で、うん、赤色の靴を着用していると思われますということです。はい、ぜひこう、ね、思い当たった方どんな情報でもいいので、うん、警察に一歩入れてください。宜野湾警察署がいいらしいです。はい、よろしくお願いします。さあ、ですね、小春がうちのなんと FM 小座の前でですね、ゆるゆるマーケットっていうのをやります。うん、これ、フリーマーケット、うんうんうん、フリマ、3月19日来週の土曜日にですね、パークアビニュー内にある FM 小座にてゆるゆるマーケットを開催するということです。だいたい12時から17時まで、夕方5時までということです。いろんなね、アクセサリーとかドライフラワーとか、そういった可愛いのを売ると。トゥモロー次ね、19。あ、19？うん。来週か。はい。ぜひ皆さん、見に行って、なんていうの、彼女へのプレゼントとかにしてください。お願いします。お願いします。まあ、小春さんに会えるのも楽しいんじゃない？そうだね。うん、で、これ、買った方にはですね、美味しいカフェのドリンク。どこの？一杯。アップルサイダー。うーん、FM 小座の。うんうんうん、はい。お姉さん行ったことあります？ FM 小座、通ったことあるよ。行ってください。これ覗いたこともある。これを機会に行ってください。もう閉まってた。これを機会に行ってください。来週かしこ、はい、よろしくお願いします。以上 FM 宜野湾よりお知らせでした。私は聞いてるんだけどね。聞いてるけど受け付けないって言うんだけど。あ、そうそうそう、山内さんの話なんだけど。あれがやってる。マジで。どうしよう。俺に力があるわ。フィジカル？いや。フィジカルね。たまに頭の回転でも負けてる気がする。もっとセンスのあることを言える人間になりたいよね。シーサーさん。鋭い。塾行けばいいじゃん。塾忙しいんだって。映画だって塾忙しくないでしょ今でしょ。だって来週だぞ。来週映画だって来週あるだもん。キングス終わってからやる前でも。キングス何時からなの？わかんないんだよ、それがまた。
彼すごいよね。今頑張ってますよ。オファーすごいね。今年のテーマは行動力ですから。コハ。うん、まあみんな。あ、そうなんだ。俺も含めて。この小ザギのワン。あ、そうなんだ。うん。今年のテーマは、掴む。あと誰か殴るんですか？違います、これ掴むんです。チャンスを絶対に掴むことですね。出た。みんなあとあれじゃない？これ2個グランプリ。わかんない、あと2個のものなの。8-1 グランプリー、あと2コインください。拍手。はい、はい、今週はリガパンによるリガパンのための8-1ですよね。そうです。今週のお題はリガパンが考えた、うん、コインありがとうございます。お題ということで、意外と美味しい組み合わせ、うん、マジリガパンのためじゃん。そうです。しかもポイント2倍にしました。うわ、リガパンのためじゃん。はい、なんでかって言ったら、リカパンがね、もうダントツ最下位でちょっとつまんないなと、うん、やっぱ誰かと争わないといけない、うん、このコインめっちゃ嬉しい今でですね、今週のなんかやっぱ難しいのか、このテーマ。マヨが 6.5 の2倍で13、アカリンが6で2倍で12、リカパンが、あ、まあリカパンは今置いといて、うん、昨日のマナミ 4.7 の2倍で 9.4、やっぱちょっと難しい。難しいんだ。で、その当事者リカパン、うん、3.8 の2倍で 7.6。 はあ、はい、どうする、しばくしばくか、マジで。はい、これでですね、スピーナさんがガンといけばもうリカパンさんはですね、さよなら、浮上ができないという。はい、もう今から掃除始めさせておけば。だからね、うん、あの一気にじゃなくてやらしとこ。ちょっとね、ダイエットも兼ねて、もうここ本当にこう汗だくになって掃除してもらおうかなと。リカパン救済企画なのに救済されない。そうだよ、やつはそういう人材ですので。それどころか差つけられてるから。お願い、マジでも。はい、ただね、このテーマ実は難しいことが分かりました。うん、はい、なんで、ね、なんでかはスピーナさんの後に言おうかな。よかった。じゃあ行きます。あ、難しいな。スピーナさんの意外と美味しい組み合わせスタートです。みんなにこの時期にぜひ試してほしいのは、石焼き芋にプラスするイカの塩辛。なん、誰か言ってた？って思うでしょ、みんな。スイカに塩って、っていうテンションでやってたでしょ今まで。スイカに塩はやってね、やったことないと。美味しいからやりますよ。うん、だけど石焼き芋って、あの甘い石焼き芋さにイカの塩からやるさ、甘い辛い甘い辛いでもうめっちゃハマるわけ。マジでやってほしい。ポンと甘くないかそれ。イカの塩辛って美味しいんだよみんな。バッテンさん、しかも今の時期絶対いい石焼き芋取ってるさ。あ、だからむしろ石焼き芋の人がセットで売るべきって思うぐらい。ほんとイカかじゃーするんじゃん。美味しいってば、マジで。スピーナ家ど定番、イカの塩辛絶対あるもん。芋大好きだから。へえ。だからスピーナ家ってさ、なんか入らないと家にたどり着かないわけさ。道でなんていうの、一旦石焼き芋屋さんも行き止まりのとこにいるから。はいはい、はい、でも映画が毎回買うって分かってるから絶対来てくれるわけ、うん、へえ。で、石焼き芋さんにも言った。マジでイカの塩から置いてた方がいいっすよっつって。え、みんななんでそんな高得点なの？え、だって本当に美味しいんだもん。美味しいかな。定番だからね。あ、やってみたいとかか。うん。ほら、山本さんが点数高いよって言うから見てごらん。もうみんな点数1回の分け出してるさ。だってさ、イカかじゃしそうじゃん、芋に。いいんだってそれが。マジで美味しいんだって。だってみんななんかニュルニュルでしょ。違う違う、みんな甘いの食べた後にさ、え、
一回カッパエビセン行こうかな、ちょっと辛いの行こうかなってなるさ。それはなりますよ。 それが、うん、もう一気に味わえるわけ。別に2個食材いらないから、カッパエビセンの後にチョコレートとかやらなくていいから、芋とイカの塩辛2個食材じゃないですか熱弁しかもこれ何、両方食べるの一緒に、芋を、うん、はい、割ります芋を割ります、イカの塩辛乗せます、はい、一緒に食べます、はい、です、マジで。まあでも一回やってみるのはいいかもしれないね、うん、これは、やってみてほしい。意外ではあるね。そう、意外だよね。映画もお母さんに言われて、なんじゃこり、なんじゃこりゃと思ったけど、めいちゃん、うん、美味しくはないって。美味しいんだよ。わかるかね。まあいくよ、やってみて。騙されたと思ってこれはやってほしい。もういいよ、でほんとマジで、これで美味しくなかったらもうこうさん美味しいんだってマジで。じゃあまず皆さんやってみてください。うん、はい、美味しいのでね。まあいよかったんじゃないですか、今までに比べたら。でも0点も1点もいるからな、分かんないね。分からんね、うん、分からんね、うん、これはね。騙された時にはこちらに苦情を、797あともかいぶやなきなわドットコムに苦情をお願いしますえ、やったことあるの？あ、ほんと？してほしくなかった。会う人、会わない人がいるんだね。みかん食欲しいんだよ。まあ、やってみてください。今の時期まだギリいると思うので、沖縄でもね、石焼き芋さん。じゃあ曲、あ、だってユニオンに売ってんじゃん、石焼き芋。あ、石焼き芋美味しいのは、あのドンキだよ。あ、そう。なるほど。うん、じゃあ、音楽かけちゃうですか。いっちゃう。しおりで。しおり？はい。スマイル？漢字が読めなくて。あ、すいません。桜って。ポンタありがとう。イカ取り漁船。いい声だね。あー、確かにね、ママジュンさん言えてるかも。なんで？イカの塩辛の塩が薄い塩辛は合わないかもね。ガツンと塩辛だね。あは、なんか磯の香りとあれが、もうみんなあんまりそう、騙されてくれおー、美味しいんだよ。でもね、スマイルは高いケースしおり？しおりで、しおりって沖縄のしおり？ひらがなのしおり？ひらがなのしおり。うん、じゃあ沖縄の人だね。ねえねえ、ポンタいい曲だね。中野町の和樹さん頑張って。よっしゃ。頑張れ。頑張ろう。いいね。仕事行ってくるわって言われたら頑張れるわ。スピナさんの得点出ました。待って。ああ、5点、5点で10点。違います。6点で12点。イエーイ、ありがとう。みんなマジで一回騙されてください、本当に。結果ですね、今週の得点はマーヨが13、うん、アカリンとスピナが12、うん、マナミンが 9.4、うん、リカパン 7.6 リカパン何と何って言ったんだってた。リカパン何だったかな、なんかもう思い出せもしれない。なんかさ、本当に意外すぎて、いやいや、うん、こんなわけあるかってなったんだ。ってなったやつで、そうなんだ。いくら言われてもちょっといや厳しいなっていう、うん、例えばイカと、うん、今のイカの塩辛と、うん、さつまいもってまだ理屈ではあるじゃないですか、うんうん、塩と甘だからね。そうそうそう、試そうかなって思うじゃないですか、うん、そんなのでもなかった。あ、味噌ラーメンにチョコ、えっって言ったの？言った。嘘でしょ。だからこれ言われたらもう何でもありやしってなるじゃないですか、うん、あいつは本当に的を得ないとはリカパンのことじゃ。あの人的を得ないんだよな、本質語を分かっていないね、うん、いいとこなんですけど、長所は短所とはリカパンのこと。そうですね、
はい、皆さん点数ありがとうございました。ありがとうございます。以上81グランプリでございました。リカパン程度言い方誰か帰る？いっぱいいる。溢れてる。マジ？なんて歌だった山本さん、これいいね。わかんない。読めない。え、なんて書いてあるの？なんとか上桜。これなんだろう。戦場桜、わかんない。難しいから。おお、これか。金城しおり、違さそう。映画が思ってたしおりと保存しとこう。さあ、81が終わったらもうあれだね、のんびり閖上げ。へえ、賢いなあみんな。おお、びっくりした。てんやわんや、てんやわんや、まうち、ん、てんやわんや閖上げ。やばー、もうあと15分で終わっちゃう。今日あっという間だったんじゃん、うん。時刻は8時、9時だ。9時41分を回りました。はい、今日のテーマは卒業ということで、はい、メール来ております。あ、そうだそうだ。ね、みんなさ、少林サッカーって見たことある？ごめん、あるよ。めっちゃ面白くないですか？めっちゃ面白いよ。あれさ、久々に見たんだけど、映画たち小学校サッカー部なかったわけさ、はいはい、で映画たち大から始まったんだけど、うん、その時にこの男子のサッカー部の人たちが見ててさ、はいはいはい、それで見たんだけど、で覚えてはいて、覚えてはいたけど、うん、一昨日ぐらい久々に見たわけ、うん、面白い。面白いね。あれよくできてるよ、すごいマジで、うん、センスね、うん、マジ一回みんなさ、商品とか見てほしい。これ僕が映像までやってる時に公開されて、うん、あ、そうなんだ。そうで、映画館で実際見たんですよ。え、あれ映画館でやってたんだ。映画館でやってた。すっごい面白かった。あれ面白い。なんか笑うよな。笑う。なんかあんな上等 B 級映画あるっていうぐらい。だからね、うん、センス、ギャグ、ところどころのギャグのセンスがいいんだよ。おー、いい、めっちゃいい。なんかね、登場人物のさ、あの特徴とかさ、キャラクターがめっちゃいいよね、うん、いい、めっちゃいい。あれ一回みんな見て、ね、細かいとこがさ、作ってあらないんだよ、ほんとにってなるけど、うん、いつの間にか携帯置いて見入ってたもん。あれ面白いよ、でも、うん、え、急に何の話そう思い出して、これ言わなきゃってなってたやつ。はい、はい、じゃあメール来てます。はい、どうぞ。スッピー山内さん、おはようございます。神奈川のなおなおです。テーマの卒業ですが、この春、うん、長女が高校を卒業しました。おめでとうございます。おめでとうございます。やったぜ。卒業式は3月2日でしたが、2月28日に次女がコロナ陽性となり、うん、同居家族の長女は濃厚接触者となり、うん、外出自粛自粛2回ね、うん、高校からも死刑の参加不可、翌日3月1日に本人も発熱して陽性になりました、うん、中高一貫で6年間一緒に過ごした友人たちとの最後を共にできなかったのは想像に何固くない、固くない。それも6年間皆勤賞で表彰されたのに本人不在とは、来週月曜に一人で卒業証書をもらってきます、うん、看護の道へ進学するのでこんなこともあるんだと思って患者に寄り添ってもらえればなと思う次第です。そうは言っても最後の最後で出席できずみんなに会えなかったのなんて悔しいですよね。って逆に一番の思い出じゃない、思い出っていうかもう記憶に残るんじゃない、まあ、あの大人になればね、そうそうそうだね、そう思いますけど、やっぱ今は悔しいんじゃない？悔しいね、もういいや。皆勤賞でね。悔しがっていいです。これは悔しいね。なんでかっつったら、僕みたいに適当にさ、高校行ってる人だったらいいですよ、別に。うん、そうそうそう、わかる。もういいよ、今日休んじゃうっていうテンションで過ごしてるからいいけど、皆勤賞をやってたらね。うん。
すごいね。ちょっとかわいそうだね、うん、でもその努力は絶対実を結びますので。そうだし、こんな悔しいことってさ、誰か優しくなるきっかけだよ。いいことね。そうだよ、たまには。たまにはね、言わして。これはい、はい、これ、うん、いきます。 from タモさん、ありがとうございます。タモさん、はい、おととし去年と岩手県の被災地に行ってきました。すごい。防潮堤、おお、読んだことない感じ。防潮堤は三陸鉄道の車内から、津波の高さは釜石市、うん、で撮影したのでご覧ください。すごいね。被災地は動画で何時間も見るよりも自分の目で見てみないとわからないです。死にショックを受けます。PS、昨夜はひふみさんと長谷川さんにオンエア用のメールを用意したのですが、迷惑メールになってしまったのか届かなかったようです。残念でした。そうなんだ。みんなにもこの画像は見せられますのでしょうか。難ぴ、いや、どうにかしてみる。お願いします。これはね、でも津波の高さはビルで表してるんですけど、これはちょっと衝撃だね。あ、そういうことね、うん。8メートルとかだった、津波の高さ。3メートルとかか。10メートル。あ、本当、10メートル以上でしたよね、確か。そうなんだ。そうそうそう、大変なんだよ、だから。山内さんがどうにか頑張って、じゃあみんなに画像を、はい、次お届けしますので。沖縄大好きさんの、これ？上上、再送信って書いてあります。これか。そうそう。じゃあ、モーニングネーム沖縄大好きさん、うん、元気で可愛いスッピー、山内さん、おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きです。はい。スッピー今日も可愛いって、ありがとう。メッセージテーマは卒業。うん。2つの卒業エピソード。まず1つ目いきますね。はい。舞台の卒業公演。僕がいた舞台は学生が中心の舞台で、高校3年生までが対象でした。そのため、この時期になると卒業公演が開演。僕の時は2月頃に卒業公演が行われました、うん、公演も終盤に差し掛かり、終わりかと思ったら後輩たちからサプライズでプレゼントをもらいました。あら、素敵。後輩に書道が得意な子がいて、額縁に入れられた1文字を僕を含む卒業する同級生メンバーたちに送られました。僕は純粋の純という言葉を送られました。いいね。今も大切に残しています。しかも僕がいた舞台の公演が今週の日曜日あるので、今の後輩たちも頑張ってますよって。めっちゃいいね、うん、もう一つ、専門学校の卒業式。専門学校の卒業式の後、各学科に分かれてそれぞれ教室で卒業証書授与式を行いました。毎年恒例で学科長から卒業証書を受け取ったら、式に参列していた自分の家族と教壇に立って写真を撮っていました。来ていたのは母親と弟と僕のおば3人。おばは撮影係で、母親と弟が教壇へ。クラスのみんなは僕の弟を見て、はでかっ、めっちゃ似てる、沖縄大好きジュニアだと盛り上がりでした。大盛り上がりでした。当時の舞台公演の時の写真と専門学校の頃の写真を添付してますね。1年の時の担任の先生とのツーショットと、うちの家族の学科長との写真です。これ見せたらダメだ、ね、あ、ツイキャスで見せないでね。顔が、あ、映画たちに見せてくれてるんだ、はいはい、本当だ、激に弟だよね。え、弟左、うん、あ似てる似てる。これすごいね。だからよ、あの家族で撮るんだね。ね、いいね。めっちゃ痩せてるやし。だからさ、頑張ってダイエットしよう。だからよね、うん、いいかもする。すごい舞台ね、いいね。じゃあですね、さっきのね、タモさんのね、うん、タモさんの画像をやります。どうぞ。ちょっとな、これが、うん、なんだろう、防潮堤かな、これが、うん、多分、うん、デジでかいよ、うん、なんでかって言ったら、これ見て、このスケール、本当だね、やばいね、やばい。そしてビルの写真がこれ、ポン、はい、ビル、ここ、ここ、へえ、これ見てくださいよ、ここです、津波、やばいね、ここまで到達。わけわからんじゃん、ほら、これ車ですから、下、車、うーん、考えきれないね。3階ぐらい、ここまで津波が来るっていう、うん、なんかもう想像できなすぎるもんね、うん、へえ。しかも僕が思ってた津波ってもっとグワッて来ると思ったんですよ、うん、あんな静かにさ、だんだん来て上がってくるやつね。しかも流れが速いっていうのが、うん、もう何て言うの、引きが怖いっていうもんね。そう、あのあれじゃない、なんか思ったよりも気づかないで、ああ、あっという間に、そう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 、す
まださ、いわゆるあの辺からバーって来たらやべえってなって逃げれると思うわけ、うん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 、気がついたらだからね。なんか沖縄合わせとかさ、沖縄合わせとか怖いよね、うん、怖い、ね、低いもんね、うん、僕のとこもヒアゴンなんで。そうですよね、低いよね、うんうん、はい、はい、続いて来てますよ、かっちゃん。はい、おはちょい、おはちょい、恋愛占い来てます。おい、明日のエリカちゃん、明日、うん、恋愛運1、嘘でしょ、ぐー、勢いがなくなってしまいそう、生活の乱れがそのまま恋愛に影響を与える、今日で整いますことでしょう。周りの人もあなたに気を使い、今日はそっとしておいてくれそう。元気を取り戻せば恋愛運も回復するでしょう。はい、しっかりしてください。押す、異性にみんな、あ、僕、山内さん、はい、恋愛運星5、異性に見直される暗示があります。最近身近な人があなたの良さを再確認し好きになってくれるとか、恋人が惚れ直してくれるということがありそう。あなたの思いをオープンにすればより運気はアップします。山内さん言わなさそうだもんね。何を？いいなって思ってても言うの？あ、本当にいいなって思ってる人には言わないです。あ、言わなさそう、残念だね。なんかいどうでもいいではないけど、あ、分かる分かる分かる、セレ隠しのね。そうそうそう、分かる分かる、それありますね、私もやっちゃう。そして卒業、かっちゃんは女好き卒業しません、しません。卒業と言ったら深夜のポテチとコーラ、卒業しました。素晴らしい、すごい、何を持って卒業できたの？このね、生活習慣を卒業するっていうのはなかなか難しいですから。難しいよ、生活習慣なんだもん。うん、すごいね、すごい、えらい、マジですごい、お疲れ様です。はい、ただ女好きは卒業しないということで、それがあったらね、ポテチも卒業できるよね。たださ、これも卒業しないという宣言も僕は男らしくていいと思います。出た出た、あのね、男のさ、女好きとかを擁護するさ、山内さん絶対いいよって言うんだよ、意味がわからん。いいじゃん、だって男は女好きだもん、だから頑張るんだよ。じゃあ誰が開き直っていいってっていう話ですよね。ですね、エンディングナンバー、石ころちゃんのリクエスト、決め石で、ともよこの先もずっとかけながら、はい、スピーナさん、はい、卒業、はい、したい。大真面目なこと言っていい？あ、もちろん。大真面目に卒業したいのはコンビニ。え、そうなの？はい。なんで？コンビニってさ、マジでさ、なんか無駄に買っちゃう、無駄ではない、なんていうの？無駄成人？無駄成人。無駄成人の第一歩、マジコンビニ卒業だと思う。だからさ、カフェ買いにとかももう行かないようにしてるし、三品。今日行かなかったんだ。行ってない。三品茶も家でさ、やってる。もう買ってない、家でやってる、自分で作ってる、そう作ってる、だからコンビニ。でもさ、お金持ちの人ってさ、コンビニ使わないんだってよ。わかる、使わないよね、使わないってよ、うん、あれなんか流行って、流行、そう、ちゃんとスーパーでちゃんともう本当に必要なものだけ買って、コンビニとかってもういらないもの買っちゃうからね。甘いの買っちゃおうかなとか、並んでるチキン買っちゃおうかなってなるさ。いいですか、僕が行って、はい、じゃあそれに対抗して、うわ、怖い怖い、出た出た。僕はですね、コンビニとは一生のお友達です、宣言。なんでかって言ったら、スピナさんみたいに余計なものは別に買わないですか、うん、だから、じゃあなんていうの、行く時点でおにぎりも家で作ってよってことよ。あ、なるほど、そこぐらい徹底したら、うん、だって毎日行くでしょ。毎日行きます。ほら、もったいないよ、ドゥシガ、ドゥシガじゃないよ。はい、じゃあまゆえさん、13カネンの PTA 活動が明日で終わります。お疲れ様でした、本当にこれはお疲れ様でした、ね、うん、大人になっても自分の母校に遠慮なく入るには PTA 活動が最適、最高、本当に子育て中ならではの悩みなど勉強になりました、うん、勉強しなさいと子供に言うより一緒に寄り添い学ぶことが大切だと分かりました。子供たちとはこれからも友達のような存在でありたいです、うん、ということを見越してこのエンディングナンバー。あ、なるほどね、友よ、決めし、友よ、おー、石ころさんとの連携プレーだね。私、僕ね。
いやかっこいいね、13年っていいね、すごいね、うん、このやっぱ継続できるっていうのはすごいよね、まゆゆのこの感じ。そうだよ、このあとまゆゆさんが何するのかの楽しみだね。この後子育て終わってからさ、足場になりますよ。ご入学おめでとうございます。この前まゆゆのさ秘密基地に行ったわけ。あ、だから映画も行きたいわけよ。そうそうそう、あそこ良さげだったから。あ、そうなんだ、うん、ルーズビアは卒業しなくていいです。あ、税教材入ってた、すごっ。何税教材って、税教材って高学年の教材に入ったんだね、娘さんが。すごいね、もう本当に卒業しなくていいこともいっぱいあるんだなって思ったね。むしろお、今日のまとめとして最適じゃないですか。イエス、卒業しなくてもいいものもうあるからね。笑顔コンビニマジで卒業しようと思う。じゃあ卒業しなくてもいいもの何ですか。山本さんへの態度。一番マジで卒業してほしい。テンション高めに言えばどうにかなるかなと思って。なるか。長岡さんの場合、女卒業しなくていいって、もう山本さんも言ってたからもういいんじゃない。いい、いい。だってさ、男はやっぱりそこが原動力で、うん、金を稼ぐとか、はいはい、地位を上げるとか、はいはい、全部女にモテたいからなんですよ。モテたいからっていうのがムカつくね。一人の女のためにだったら映画も大賛成。一人の女のためになんですよ。かっこ女にモテたいからでしょ。違う違う違う、かっこが濃いめだもん。なんか違う違う、一人の女に、一人の女にモテたいから。なんだよね。そう言ってくれたらいいよ。女かっこ一人の女だったらいいよ。そうよ、そうよじゃないよ。さっきはもう無差別に女を刺してたでしょ、山内さん。さあ今週いい、なんか一週末になりそうだね。みんな卒業式でいっぱい泣いてからさ、また新しいところに向かって頑張っていこう。はい、ちょっと長谷川さんの難しいですが、良い週末を、良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。さよなら、さよなら。僕の意中の人はまだまだいないんですよ。難しいよね。今日もありがとうございました。3時。今日もまた YouTube 忘れちゃった。何を。最近 YouTube やるの忘れるんだよ。今日の今日みんな昨日も今日もお疲れ様でした。マスクかわいいですね。あ、ありがとう。へよー、消えましょうね。元気、濁った世の中ね。